やっぱ超有名なキラキラ企業に入りたかったんですよね。やりたい業界っていうのが定まってこなかったんですよね。ベンチャー行くことへの恐怖心とか不安はないのっていう話を結構聞かれるんですけど、どうもこんにちは、春大メンバーの稲山です。本日は僕の就活結果の報告動画を撮っていきたいなと思います。お前誰やねんっていう人もいらっしゃると思うので、改めて自己紹介すると、一橋大学4年生の稲山和樹と言います。24卒の就活生です。僕の就活をざっくり話すと、3年生の4月からやっぱ有名な、イケイケの企業に行きたいなと思って、サマーインターン、商社とかメガバンクとか外資とか本当にいろんなところに参加するためにガチったんですよね。大手の優遇とかメガベンチャーの内定とかいただいたんですけど、こう本当に自分のやりたいことって何なんだろうなっていうのを、いろいろ考えた挙句、最終的にベンチャー企業のコンサル企業に入社することにしました。今日僕の就活結果をちょっと詳しめにお話しするんですけど、それを通して皆さんに伝えたいこととしては、周りの目を気にしないで本当に自分のやりたいことって何なんだろうっていうのを就活を通して考えてほしいっていうことになります。で、超がつくほど周りの目を気にしてた僕がどうしてベンチャー企業に入社するように至ったのかっていう就活の流れ、そしてどんな学びを得たのか、で、ベンチャーに入社することへの恐怖心とか不安はないのかっていう話を赤裸々に話していければなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あと、僕のサマーインターンに通過した ES 集とかグループディスカッションのテンプレシートをプレゼントとして配布しているので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。まずじゃあ就活の流れを説明していきます。僕は3年生の4月から就活を始めました。さっきも言ったんですけど、やっぱ超有名なキラキラ企業に入りたかったんですよね。で、そのために4月から6月本当にサークルに1回も顔出さなかったりとか、毎日就活して就活が散ってました。こう練習のためにベンチャー企業のインターン専攻とかインターンに参加して、で、商社とか外資の企業とかコンサル企業のインターンの専攻を受けるっていう感じの就活をしてました。で、サマーインターン終わった後、どんな気持ちだったかっていうと、正直めっちゃ行きたいって思うような企業に出会えなかったんですよね。自分がこう憧れてたキラキラした企業とか、あと本当楽しそうに仕事してらっしゃるベンチャー企業とかをいろいろ見させていただいたんですけど、なんか俺が本当にこの企業とかここでやりたいって思うようなものには、ものが見つからなかったっていうのが、サマーインターンの感想でした。で、そうは言ってもやっぱこう早く内定欲しいとか早く就活を終わらせたいって思いがちょっとあったんですよね。でも本当本質じゃないんですけど、やっぱりこうネームバリューが欲しいけど裁量権も欲しいってことで、ネームバリューと裁量権の間を取ってメガベンチャーを第一志望にして、で、就活を進めてました。で、その第一志望にしたメガベンチャーの企業から内定をいただいて就活を終えようかなと思ったんですけど、こう内定承諾のサインをするときに、ちょっと待ったと、俺のやりたいことは本当にここなのかなとか、俺の本当にありたい姿って何なんだろう、ちゃんと考えきれたのかなっていうのをこう迷い始めたんですよね。で、だから当時のリクルーターさんとか面接官の方には本当に申し訳ないなと思ったんですけど、なんか違うなって思って、このまま内定承諾して就活を終えたらなんか絶対後悔する気がするなと思って、もう一回自己分析ちゃんとやろうって思い直したんですよね。で、そこで、受けてる選考とかも一回全部止めて、本当に自分がやりたいことって何なのかっていうのを1ヶ月ぐらい自己分析しました。で、ありがたいことにサマーインターンでいろんな企業に触れていたので、こう材料は整ってたんですよね。だから今まで触れた100社ぐらいをリストアップしてみて、ビビッときたポイントとか逆に違和感を抱いたポイントとかっていうのをちゃんと言語化していきました。あとは自分の将来やりたいこととかありたい姿を具体化するために、自分の憧れる人とか、この人すげえな、この人になってみたいなと思う人も同時にリストアップしていって、どんなポイントが憧れるのかっていうのを言語化していったんですよね。で、そうやってこう違和感のあるところとかビビッときたところを言語化していくうちに、だんだん自分の本当にやりたいこととか本当にありたい姿っていうのが、解像度が高くなってきて、それを実現するための一番いい企業が一つ自分の中で見つかったので、そこを第一志望にして、選考を受けて最終的に内定もらえて就活は終わりっていう感じです。まとめると、大手企業に行きたいと思ってサマーインターン参加したけどビビッとこなくて、で、自分で本当にやりたいことっていうのを考え始めて、見つけた企業に内定をいただいて就活を終えたっていう感じになります。就活の流れこんな感じなんですけど、じゃあ就活を得て何を学んだのかっていうと、こう自分の本当にやりたいこととかありたい姿っていうのは何なのかっていうのを具体的に言語化できたっていうのが就活を通しての成果だなと思います。じゃあどうやってそれを得たのかっていうのをもうちょっと自分なりにまとめて話していきたいなと思います。で、やっぱやりたいことがないとか行きたい企業がないって就活生の本当にあるあるな悩みだと思うんですよね。当時の僕も本当にその悩みのど真ん中の人間で、YouTube でやりたいことの見つけ方とか調べて、なんかビジネス芸人の方が語ってる動画を片っ端から見てみたりとか、あとやりたいことの見つけ方の本読んだりして、俺やりたいことって何なんだろうって
ていうのを自分の過去を振り返ったりして自己分析していったんですよね。けどこう机に向かって自己分析してても一向に自分の行きたい企業とかやりたい業界っていうのが定まってこなかったんですよね。で就活の軸も作ることはできたんだけど、まあ、なんかちょっと適当な部分があったりとかいろんな業界とかいろんな企業に当てはまっちゃうっていう悩みがあって、こっから俺はどうやったら行きたい企業とかやりたいことが見つけられるんだろうっていうのをこうまあ悶々としてました。でそこで僕が取った手段が片っ端から受けてみるっていうことをやってみました。でこう就活の軸に当てはまるなとかちょっと興味があるなっていう業界とか企業に片っ端からエントリーして面接してインターン参加したりとか、インターン参加できなくても社員訪問してみたりとか、そういうことをしてきました。いろんな企業に触れてみることでまだ言語化できてない本当の自分の就活の軸みたいなものがどんどん言語化することができるんですよね。でそうすることで片っ端から就活して本音の就活の軸を作るっていうことができました。でもうちょい、ね、僕の実例を交えて具体的に説明します。例えば最初はやっぱ、ね、商社いいなと思ってて、こう年収も高いし日本を支えるような大企業だし、でイケイケだしはいいんじゃないかなと思ったんですよね。で、まあ、商社のインターン参加してみて事業理解とかも深まったんですけど、そこで感じたことがこう日本を支えるほどの規模がでかいからこそ手触り感がないんじゃないかなと思いました。ワクワクしなかったんですよね。でそこで僕は直接エンドユーザーとかクライアントの反応とか感謝が得られるような仕事をしたいんだなっていう新しい軸が言語化できたりとか、次にメガバンクの法人営業を受けてみて、メガバンクの法人営業って中小企業とか大手企業の社長さんとか経営層とがクライアントで、そこと対峙して仕事をするんでやりがいもあるんじゃないかなと思ったんですけど、社員さんにこうマネジメントできるようになるまでの期間を聞いたんですよね。そしたら僕その返ってきた答えが僕の体感だとちょっと長いなって思ってしまって、だからこう僕は実力次第でどんどん昇進していけるような環境が自分に合ってるんだな、自分はそこが欲しいんだなっていうまた新しい軸を言語化できたりとか、まあ、あと大手のコンサルも受けてみて、やっぱ論理的思考力ゴリゴリだし実力主義っぽいし年収も高いし、やっぱこれはいいんじゃないかなと思って受けてみたんですよね。ただこう話を聞いていくと、まあ、大企業の DX 案件が結構多いよっていう話を聞いて、けどその時にあんまりこうワクワクしなくて、でなんでかっていうのを考えたら、やっぱこう僕は新しいものとか価値を生み出そうとしてるこうベンチャー企業とかジョイントベンチャーとかの企業の方が、ワクワクするんだから、そういう支援をしたいんだなっていう、まあ、軸が、言語化できたりとか、まあ、そういう感じでこう実際に受けてみて違和感とか良かったなと思うポイントを言語化することで、自分でまだ言語化できてなかったあの本音の就活軸みたいなものが言語化できて、自分のやりたいことの解像度が上がっていくんですよね。でもこういうことを、まあ、ひたすらいろんな業界とかいろんな企業で重ねていくことで自分のやりたいこととか行きたい企業がシャープになっていきました。こんな感じで就活の軸を作っていくときに一つ注意してほしいポイントがあるんですよね。まあ、それは本音の就活軸と建前の就活軸をちゃんと使い分けるってことをやってほしいなと思います。まあ、なんでかっていうと、やっぱこう本音の就活軸だけで企業に行っても受かんないんですよね。でこう企業に受かってリクルーターの方に面談組んでもらったりとか座談会に参加することで企業の理解がどんどん深まっていくから、先行突破っていうのは企業理解を深めるためにもいい手段なんですけど、それをするためには本音の就活軸だけだったらいけないんですよ。だからちゃんと自分の本音の就活軸を企業版にカスタマイズした建前の就活軸っていうのを作って企業の選考には挑む。けど自分の本音の就活の軸は企業には寄せないでちゃんと、自分の中で持っておく、そういう切り分け方をしてほしいなと思います。で、まあ、正直これ、まあ、めっちゃ小手先の話ではあるんですけど、やっぱり自分の納得感のある就活をするためにはちゃんと本音と建前を使い分けた方がいいと個人的には思っています。この片っ端から就活、一つ大きなデメリットがありまして、こうめちゃくちゃ時間がかかるんですよね。この時間がかかるっていうデメリットをできるだけ軽減するために2つコツがあります。1つ目が業界の代表例に狙いを絞るっていう方法です。例えば広告業界に興味があるってなった時に、広告業界の企業を全部受けるんじゃなくて1つ代表例の企業に狙いを絞って受けに行く、でインターンに参加してみるっていう方法がおすすめです。で、まあ、これ落ちちゃったらどうすんねんっていう話だと思うんですけど、まあ、落ちちゃったら社員訪問して話を聞けばいいんですよね。だから自分の興味の企業の代表例に絞って就活をしていくっていうのが効率化を図る上で一つ目の手段だなと思います。で、二つ目がスピードを上げるっていう方法があります。まあ、そもそも就活を早く始めるとか、思い立ってから行動するスピードを上げる。具体的にはこの企業いいなと思ったらすぐに説明会とかインターンの募集を調べて応募しに行くとか、あとはマッチャーとかビズリーチキャンパスでもうすぐその企業の社員の人にアポを取って社員訪問してみるとか、そういう感じでスピードを上げて挑戦しに行くことで時間がかかってしまうっていうデメリットを軽減できるかなと思います。で、まあ、こんな感じで時間をかけて片っ端から企業を受けて自分の本音の就活軸っていうのを作っていくことで自分のやりたいこととか行きたい企業っていうのが明確になってくるかなと思いますので、皆さんぜひやっていただければなと思います。
で、まあ、ここまで偉そうに喋ってきたんですけれども、ここからはベンチャー企業に行くことへの葛藤みたいなところを話せればなと思います。で、僕一橋に通ってるんですけど、僕のマネットマジックをやっぱりみんなどっかで名前は聞いたことあるような大手企業に行くんですよね。で、そこで聞かれるのが、こうベンチャー行くことへの恐怖心とか不安はないのっていう話を結構聞かれるんですけど、結論恐怖心はないんですけど、ネームバリューを失うことは正直嫌だなというか、まあ、不安だなっていう思いはめっちゃあるんですよね。さっき周りの目を気にしないで就活しようとか言ってたんですけど、やっぱりどうしてもどこかで周りの目とかネームバリューを気にしてしまう自分がいるんですよね。で、まあそれもしゃあないなと思ってて、やっぱりこう今までの人生、こう偏差値の高い高校に行ったとか一橋に行ったってことで、こう共同体のネームバリューのおかげで自分が評価されてたっていうのがあって、そういうネームバリューみたいなものをまだ気にしてしまう自分もいるっていうのが、まあ、正直な回答になります。で、じゃあそのネームバリュー気にしちゃうのになんでベンチャーに行くのっていう話なんですけど、それはこうネームバリューのとか周りの目とかの他人軸を全部射消して、こう自分軸だけで本当にやりたいこととかありたい姿って何なんだろうっていうのを考えた時に、それを実現するための一番いい選択肢がたまたまベンチャー企業だったからベンチャーに行きたいなと思ってるんですよね。で、あともう一つ、これはちょっと すごく生意気な考えなんですけど、今までネームバリューに支えられてきたからこそ、今度はネームバリューじゃなくて自分の子の名前で勝負できるような人間になりたいなっていう思いもあるので、ベンチャー企業に挑戦していきたいなと思ってる感じです。だから、まあ結論ちょっと怖い思いはあるけど、やっぱり挑戦してみたいっていう思いが勝ってるので、こう僕は大手じゃなくてベンチャーに行くっていう選択肢を取ってます。結論、今回の動画で言いたかったこととしては、周りの目を気にしないで就活をしてほしい、こう大手が正義とかステータスとして大手の内定を持っておきたいとか、他人軸なもので就職先を決めるんじゃなくて、ちゃんと時間を使って自分のやりたいこととかありたい姿って何なんだろうっていうのを就活を通して考えてほしいんですよね。その悩んだ末に大手に行くとかベンチャーに行くとか、就職をしないでなんか独立してやっていくっていう選択肢を取ってほしいって思ってます。で、まあ、そんな偉そうなこと言っておいても、こうやっぱり周りの目を気にしてしまう節は僕自身もまだ拭いきれてないんですよね。だからこう僕もこれから周りの目を気にしちゃう自分に抗っていくので、皆さんもちゃんと周りの目とかじゃなくて自分と本当にちゃんと就活で時間を使って向き合ってほしいなと思ってます。ということで、まあ、長くなったんですけれども、以上で僕の結果報告動画は終わりになります。僕のサマーインターンのイエス集とグリスの回答シートをプレゼントしているので、概要欄から受け取って、就活を少しでも効率的に進めて、こう自分のやりたいことを考える時間をちゃんと取ってほしいなと思います。ということで、最後まで見てくださった方本当にありがとうございました。これからも旬ダイアリーでは、大手が正義とかこう周りの目を気にした就活とかをするんじゃなくて、ちゃんと自分に向き合って就活をしてほしいというメッセージが届けられるような動画作りをしていきたいと思ってますので、チャンネル登録と高評価とコメントとよろしくお願いします。ということで、ご清聴ありがとうございました。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。